皆さんこんにちは。千葉市広報番組千葉情報クリップ、山口正隆です。この番組では千葉市からのお知らせや暮らしに役立つ身近な情報をお送りしています。さて5月前半号、はじめは千葉市政売りの記事を紹介していく広報河原版です。お持ちの方はぜひお手元に置いて番組をご覧ください。それでは千葉市政売り5月号の注目記事を見ていきましょう。まずは一面です。妊娠・出産・子育てに安心を。可愛い赤ちゃんと笑顔のお母さん、お父さんの写真です。微笑ましいですよね。ということで2面をご覧ください。妊娠期から子育て期までサポートします。母子健康包括支援センターの特集です。母子健康包括支援センターでは、安心して妊娠・出産・子育てができるよう、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行っています。はじめは母子健康包括支援センターってどんなところです。母子健康手帳の交付や応援プランの作成をしています。応援プランとは、妊娠届出時に妊婦さんの状況を確認し、妊娠中の生活面の目標を決めるものです。作成した応援プランをもとに、安心して妊娠・出産・子育てができるように、今後必要になるサービスや市区担当保健師の紹介を行っています。次の記事は、妊娠後期面接を行っていますです。妊婦さんの体調や生活状況、手伝ってくれる人がいるかどうかの確認、陣痛が来た時の対応、産後の過ごし方などを一緒に考えます。妊娠中から産後の生活をイメージすることで、より安心して赤ちゃんとの生活を迎えることができます。続いて3面をご覧ください。産後ケアの登録申請を受け付けています。出産後に手伝ってくれる人がいない、授乳や赤ちゃんの世話ができるか心配など不安や困りごとはありませんか。育児などに不安があり、サポートが必要なママと生後4ヶ月、5ヶ月未満までの赤ちゃんを対象に、助産師による心身のケアや育児指導を行っています。助産師が自宅に訪問する訪問型と、産科医療機関や助産院に宿泊する施設型があります。利用には事前登録が必要です。出産予定日の3ヶ月前から登録できます。次に、こんな時はご相談くださいです。妊娠や出産にかかるお金のことが心配、赤ちゃんが泣き止まない、どうしたらいいのなど、妊娠期から子育て期までのさまざまなお悩みや相談を直接または電話で相談することができます。母子健康包括支援センター一覧でご確認ください。また妊娠期から子育て期までの流れについて紹介しています。ぜひご覧ください。続いては6面をご覧ください。禁煙について考えてみませんかです。5月31日から6月6日は禁煙週間。5月31日は世界禁煙デーです。喫煙はタバコを吸う本人だけでなく、周りの方の健康にも影響を与えます。この機会に禁煙について考えてみませんか。まずは体への影響です。タバコの煙にはおよそ5300種類の化学物質が含まれており、そのうちおよそ70種類が発がん性物質です。これらの物質は喉や肺などの煙が直接触れる部分だけでなく、血液を通じて全身に運ばれ、がん、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、虚血性心疾患などの原因になります。なお、副流煙には発がん性物質やニコチン、一酸化炭素などの有害物質が主流煙の数倍も含まれています。自分は吸っていないからでは済まないかも。タバコは吸っている本人だけでなく、
受動喫煙、他人のタバコの煙を吸ってしまうことにより、周りにいる家族や職場の仲間などにも影響を与えます。特に子どもが受動喫煙を受けると、乳幼児突然死症候群や喘息などのリスクが高まります。受動喫煙による年間死亡者数はおよそ1万5000人で、これは交通事故による死亡者数の3倍以上にあたります。加熱式タバコでも受動喫煙は起こります。タバコ場を燃やさず加熱して蒸気を発生させる加熱式タバコでも室内ではニコチンが検出され受動喫煙は起こります。タバコがやめられないのはニコチン依存症という病気のせい。タバコに含まれるニコチンは麻薬と同様の依存性薬物であるため、体に良くないことは分かっていてもやめにくいのです。タバコはストレス解消になるという方がいますが、これは間違いであり、喫煙者がタバコでホッとするのはニコチン切れが解消されたことによる充足感です。仕事や人間関係などのストレスはタバコでは解決しません。次に、あなたも禁煙にチャレンジということで、効果的に禁煙をする方法をご紹介しています。禁煙補助薬を使う。ニコチンガムなどの禁煙補助薬を使うことでニコチン切れのイライラを軽減しながら禁煙に取り組むことができます。医療機関で禁煙治療を受ける。内服薬や貼り薬で治療を行います。健康保険が適用できる場合もあります。また、子どもを守る禁煙外来治療費助成についてもご紹介しています。治療開始前に登録申請をする必要があります。対象や助成額など、詳しくは千葉市禁煙外来助成で検索してください。次は、禁煙サポーターを見つけるです。禁煙を周囲に宣言し、配慮やサポートを積極的に受けることも効果的です。禁煙サポートとして保健福祉センター健康課では効果的な禁煙方法の提案や面接などでサポートを行っています。お気軽にご相談ください。さて続いては市内で行われた出来事などを紹介する映像トピックスのコーナーです。今回は4月1日に施行されました受動喫煙防止条例に合わせて運用がスタートした受動喫煙 SOS システムの話題です。4月1日施行された改正健康増進法では受動喫煙を防止するためすでに禁煙となっている学校や病院、行政機関に加えオフィスや大型の飲食店でも原則屋内禁煙となり違反すると50万円以下の罰金が科せられる場合があります。千葉市ではさらに子どもや従業員をタバコの煙から守るため独自に受動喫煙防止条例を施行し小規模の飲食店でも従業員がいる場合は原則屋内禁煙としています。条例に合わせ LINE や専用のウェブフォームに受動喫煙 SOS 情報受付窓口を開設し取り組みを強化しています。このシステムは市民などからタバコの煙の被害に遭った場所や状況などの情報を受け付けるもので違反のあった場合市が現地を調査し施設や店などへの相談・指導を行います。市では受動喫煙防止の取り組みを周知していくとともに関係者に理解を呼びかけ、受動喫煙防止を図っていきます。さて次回後半号ではシリーズでお送りする都市アイデンティティ千葉市らしさの2回目、千葉氏を知ることのできる千葉市立郷土博物館をご紹介します。ぜひお見逃しなく。それでは今回の千葉情報クリップはこの辺で失礼します。